今回も、まあ、タイバニの話になっていくんですが、今日やりたいのは第6話、You should be elegant with respect! 後世恐るべしのですね、まず公開されているあらすじからね、見ていきますと、先輩後輩として仲良く何も問題ないように見えるパオリンとララ。まあ、パオリンっていうのがね、ドラゴンキッドでララが、まあ、新しく登場しました。マジカルキャットですね。しかし、あることをきっかけに歪みが生じ始め、という感じでね、まあ、いつもね、まあ、短い感じのあらすじがあったりするんですけども、まあ、メインはドラゴンキッドとマジカルキャットのね、まあ、バディの話でございます。まあ、これまでね、出てきておりました新バディというのが、まあ、言うても前作から共に戦ってきた者同士ではあるので、ある程度ね、理解し合えているのに対し、マジカルキャット、まあ、ラーラさんっていうのは、まあ、新ヒーローでございますので、ドラゴンキッドと、こう、なかなか馴染めないというか、合っていかないのかなと思いきや、1話からいきなりですね、ラーラの水能力と、ドラゴンキッドの稲妻のこの連携技を見せるとか、まあ、新しくできたバディの中でも、なかなか相性がいい方でございましたね。しかし、ここの関係をおかしくしていくのが、ラーラの母、ザミラの存在。彼女がラーラに、ドラゴンキッドは自分の利益のためにこういい顔しているだけで利用しようと、している。だからまあバディ仲間なんて思わずもうライバルと思えとこのねザミラ言ってくるわけで、まあこれも全てがね間違いだとは僕もね言わないんですけども、まあ少し行き過ぎた考えでもあるかなと。でもね、まあこのザミラがこのように考えてしまっている理由っていうのが、もともとね女子テニスのダブルスプレイヤーだったんですが、まあその時の相方であったパメラにまあいろいろ引っかき回されて、まあ最終的にそのパメラに踏み台にされてしまったよという過去があるんですよね。これについても正直、まあ、パメラ側の意見とか、その過去話をね、もっと詳しく見ていかないと、なんとも言えないとこではあるんですが、こういう相方に不満を持っていた過去があるために、自分の娘ラーラの相方へも、まあ、すごいね、印象が悪いっていう、ことみたいです。しかし、これはまあザミラの問題であり、娘ラーラとドラゴンキッドのようね、まあ全く関係ないと考えていくのが普通なんですけども、ラーラ自身まだ14歳でね、若いっていうのと優しい、どこがまあポワポワした性格がゆえにこの毒親の言うことにまあ逆らえないままと言いますか、親の言うことがまあ正しいとね、思ってしまう、ところがありました。だからまあ結果的にですね、今回のその放火魔の事件っていうのは、ドラゴンキッドとマジカルキャットの関係性自体はまあ良くなっていった。もっとドラゴンキッドも、まあマジカルキャットね、信頼しようと思っていたし、マジカルキャットもね、あ、やっぱり悪い人じゃないんじゃないかなみたいな感じにはなっていったんですけども、このラーラの家庭環境という、もう根本的な解決には、今回なり得なかったので、まあ、今後これがどう解決していくのか気になるところですね。次に、まあ、今回の気になりポイントをね、ちょこちょこ話していきたいんですが、まずはまあ同じところですね。このドラゴンキッドの過保護感っていうのが新しい一面みたいなところでありましたね。まあ、これがその事件現場とかはラーラと一緒にいたんですが、その犯人と対峙するようなですね、まあ、よりその危険な場所にはなるべくそのラーラさんを来させないようにね、しておりましたよと。これはそのドラゴンキッドにとってはまあ初めてのね後輩でありますし、そもそもね根がまあ優しい子ではありますので、ラーラのことをより考えた上での行動だとある程度はね、まあ、納得のところなんですが、ラーラさんも言うてですよ、ステルンビルトのヒーローという、 もうヒーロー活動の中でも特に厳しい試験、まあ、ここを乗り越えてヒーローとなっているんで、まあ、もうちょいね、信頼してもとか思ってしまうんですが、まあまあここら辺もねそのラーラさんのもう素の、もう元のこの可愛さゆえに仕方ないところもね、まあったりするかなというところでございます。そして次にですね、これももはや毎回の話になっていくんですが、まあ、バーナビーと小鉄さんのね、まあ、やりとり、今回も非常にねいいとこたくさんありましたよと。まあ、まずはですね、やっぱりこの小鉄の根拠のない信頼、まあ、それにまあバーナビーさん答えてくれるっていうところが放火魔とのね、まあ、現場で見れたり、あとこのラーラの退院祝いのシーンで小鉄とバーナビーさんこの同じね品を準備していたよっていうのは、二人ここまでも考えがシンクロするぐらいのもう仲間になってんのかと思わせるところでは、ございました。そして、最後 C パートにあったとこなんだけど、フガン・ムガンがこれまでヒーローをね倒し回っていたんですが、まあ、ついにブラエおじちゃんと共にシュテルンビルトのヒーローたちをね次はね狙っていくのかという感じでね、まあ、今回はタイバニ2第6話、You shall be should be elegant with respect、 後世恐るべし、まあ、意味的には後から生まれてくるものはこれからどれほど力量を示すか計り知れないから恐れなければならないよねという、話でございました。タイトル的にはね。